弾道ミサイル早期警戒システムは弾道ミサイル攻撃を警戒する目的のレーダー網である。冷戦期にソビエト連邦から主にアメリカが市中国やカナダ、イギリスに対する攻撃の警戒に当たるために構築された。1959年からシステムは構築が開始された。北極越えで来るソ連からの大陸間弾道ミサイル攻撃に対処するために 北極圏に近い3カ所にレーダーサイトが構築された。レーダーサイトは以下の通り、弾道ミサイル早期警戒システムを構成する各基地とそのレーダーの被覆域レーダー情報はコロラド州コロラドスプリングスのノラドに送られ、そこで情報の評価が行われる。システムの開発は1958年までにトリニダード島において行われていた。これは、 フロリダ半島より、試験発射される弾道ミサイルを利用して、レーダーの試験を行った。中陸軍基地の4機のアン、FPS-50 レーダー最初のシステムには、アン、FPS-50 及びアン、FPS-49 が用いられた。アン、FPS-50 は、高さ50メートル、幅122メートルの網状の固定レーダーであり、L バンドの帯域を用い、 通常 5500km の探知範囲を持つ。強力な出力を持つ大型レーダーではあるが、精度が高くないため、主に方向のみの探知に用いられた。アン・ FPS-50 は一機で40度の範囲をカバーしている。アン・ FPS-49 はミサイル追跡用のレーダーであり、直径 26m の大きさを持ち、1秒間に32度で、 回転することができた。レーダードームの高さは約43メートルにも達した。信号処理には IBM 7094メインフレームが使用された。なお、ブミューズが完全に稼働したのは1960年代初期のことである。中陸軍基地では、アン、FBS-50 を4機設置し、アン、FBS-49 を1機設置した。 フィリングデール空軍基地では、アン、FBS-49 のみを3機設置している。クリアー空軍基地では、アン、FBS-50 を3機設置し、後に、アン、FBS-49 を改良した、アン、FBS-92 を1機設置している。後にチューレおよびフィリングデールでもアン、FBS-92 に更新している。 1960年にはシステムが誤警報を発する事件が起きている。これはレーダー出力が強力であったために水平線上の現れた月にレーダー波が反射し、それを感知、警報を発したというものである。担当者は誤警報であることに気づいたため実戦部隊の出動等は行われなかった。この事件の後、月からの反射は無視するように設定が変更されている。 ブミューズのオペレーターなお、中レ空軍基地のレーダーは、1987年に、アン、FBS-120 フェーズドアレイレーダーに、更新され、フィリングデールも1992年に、同等のアン、FBS-126 フェーズドアレイレーダーに、更新された。クリアー空軍基地は2001年に、アン、FBS-115 フェーズドアレイレーダーに、更新され、 ブミューズから外れ、ペイブパウズに組み入れられた。冷戦時代に軍拡競争を繰り広げたソ連の後継国ロシア連邦とアメリカ合衆国のみがブミューズを有していたが、2019年10月にバルバイクラブでロシアのウラジミールプーチン大統領は中華人民共和国のブミューズ構築支援を発表した。ありがとうございます。